キハ100系、キハ110系機動車は、東日本旅客鉄道の一般系機動車。老朽化した、キハ20系、キハ45系などの取り替えとローカル線における、輸送サービスの改善を目的に製造され、1990年3月10日に、北上線でキハ100系、釜石線と山田線でキハ110系、量産線校舎がそれぞれ営業運転を開始した。 製造メーカーは、富士重工業及び新潟鉄工所である。機動車であるが、車体と台車の軽量化を図り、高出力直噴式エンジンと効率の高い液体、変速機との組み合わせにより、電車並みの加速性能を有している。ブレーキシステムも、電車で実績のある応答性の高い電気指令式を採用し、連結機も密着連結機であるため、従来、 形機動車との並結はできない。本系列の導入により、特に急勾配の多い山岳路線では、速度向上による時間短縮が実現した。さらに冷房装置を搭載したことにより、下記における旅客サービスの向上が図られている。本系列には短弱車体のグループと長弱のグループとがある。本項目では便宜上、短弱車体のグループ置き破百系。 長弱車体のグループを基ハ110系と呼称する。両車は基本設計に共通部が多いこともあり、基ハ100.110系と呼称される。基ハ100系16メートル級車体の車両である。いずれも、両運転台。基ハ110系20メートル級車体となっており、変運転台車も設定されている。基ハ111型と基ハ112型は、 それぞれ単独で運用することも可能であるが、基本的に同番号の車両とユニットを組んで運用される。車体は角を落とした、独特の形状、普通構成ながら、板厚の見直しと強度に無関係な箇所への先行、プラグドア化及び固定窓化による側構え体の厚みの低減により、軽量化を図っている。一方でキュハ5 4型などの従来型機動車並みの、 車体全面強度を確保している。なお、キハ101系及び各形式の200番台以降は、さらなる車体の強化とドアの引き戸化が行われている。床面高さは 1175mm であり、地方線区の低いプラットフォームに対応するため、出入り台にはステップが設けられている。なお、キハ101系及び、 各形式の200番台以降ステップ高さは 970mm に変更されている。窓は複層ガラスの固定窓である。塗装は一部の特別使用者を除いて共通となっており、わずかに緑がか,かった白色を基本に、車体隅などにダークライムグリーンをアクセントとした。キハ100系は DMF11Hz、または DM 回 13Hz、DMF14Hz。 キハ110系は DM k 13ハザ、または DMF14 ハザである。いずれも小型軽量の直列6気筒、直接噴射式エンジンで、排気タービン下級機、吸気冷却機付きであり、これを1台搭載している。小型軽量のエンジンで、乾燥重量はキハ40系の DMF15 発射の 2720kg に対して 1365kg となっている。 変速機は試作車、量産車を通じ、すべての形式がトルクコンバータを一組内装する液体式である。キハ100系は DW14 バイトを1台、キハ110系については DW14AB を1台搭載する。湿式多板、クラッチ式の変速1段、直結2段の多段式で、トルクコンバータは3段6要素である。 コンバーターブレーキ機能も搭載している。ナオキハ110系量産先行車はミツルハイ、油式の変速一段、直結一段式のホイット製、T211RZ で、リターダーブレーキ機能付きであったが、量産化改造時に他と同様とされた。いずれも、プログラマブルコントローラにより、機関と共に制御され、立行指令はこのっち、変字化の切り替えも自動である。 キハ110系200番台運転席を荷重装置付、電気指令式空気ブレーキ装置で、制御装置形式は C-76、常用、非常、直通予備、大切、そもそも速の各ブレーキを装備している。このうち、そもそも即ブレーキは、機関ブレーキ、コンバータブレーキで対応し、空気ブレーキは使用しない。 ブレーキシステムも電車で実績のある応答性の高い電気指令式を使用している。キハ110系の時速 50km での動輪周引っ張り力は約 1300kg で、キハ20系の約 600kg や、キハ40系の約 800kg と比較して大幅に向上している。キハ100系、110系とも25%パーミルの上り勾配で、 補機負荷100%、乗車率100%でも、時速 60km 以上の均衡速度となっている。いずれもボルスタレス式の空気バネ台車で、同台車は二軸駆動、基礎ブレーキはユニット式である。キハ100系は、同台車が DT59, 受台車は TR243 となっている。キハ110系は、同台車が DT58、 受台車が TR242 であるが、量産車では、同台車が原則機の波数比の変更により、DT58A に区分されており、200番内の陸東線、陸再線向け造備車については、台車は軸バネをロールゴムから円水ゴムへ変更した DT58 バイト型、TR242A 型となっている。ハ1 0 0とハ1 1 0では、 軸挙の違いがある。冷房はコンプレッサーを機関で駆動する、機械式の AU26JB1 台 AU26JA2 台で、除湿機能付き、暖房は、機関の排熱を利用する温水、温風方式であるが、手動性の良い直噴エンジンの採用により、機関予熱機を装備しないため、下り勾配での暖房能力低下対策として、コンバータブレーキでの変速機油の排熱を暖房に、 利用している。車内温度保持のために、客用ドアは半自動扱いを可能としており、ドアの横に開閉スイッチが設置されている。また、ドアチャイムも搭載されている。連結器は従来車の小型自動密着連結器に代わり、電気連結器付きの密着連結器を採用し、分割併合を用意としている。電気連結器は当初一段式を採用したが、 後年高崎車両センター所属者については二段式とされている。ブレーキや連結機の違いから既存車との並結はできない。なお、後年登場したキハ、e、130イ E130 系列番台、キハイ、e、E120 型とは混結が可能となっている。なお、同じ系列内でもキハ100.101型については、ホロワクの形状がキハ110系列とは異なっており、 そのままではフォローを直接つなぐことはできない。キハ100系ン番台キハ100系グループの基本型として1990年から翌年にかけ46両が製造された。ワンマン運転を前提に運転台は半出構造となっており、側面は左右非対称となっている。車内はセミクロスシートで、クロスシート部は車内中央にプラス2の配列で左右3組設置されている。 トイレは和式のものを四意側に設けるが、2008年の一ノ関運行く所属者を川切りに順次、様式化されている。大船と北上線武家が一ノ関運行く、釜石、山田線武家が森岡客社区にそれぞれ投入された。後に2010年12月ダイヤ改正での大港線の編成増強と大港八の平間直通列車を増発するため規破。 100から21が2010年11月下旬に、2014年3月大夜改星での大港線の快速、下北増発及び多脚機増結対応により規ハ、100から20がそれぞれ森岡から八戸分浴へ転属し、200番台と混用されている。試作者1990年1月から2月にかけ1、2が新潟鉄工所、3、4が 富士重工業で製作された。車体側の廃照機は、一般的な後半製のスカート型ではなく、ステンレス製丸交換の三段組とされ、側面は吹き寄せ及び、トイレ部分にもダミーガラスを使用して、連続窓のように見せるデザインとなっている。また、量産車と異なり、乗務員室の側窓が、構成は串地となっている。登場当初は、 先頭車の正面の左右が黒色に塗装されていたが、後に量産車に合わせて、ベリーペールグリーンに変更された。また、車体に雨戸を設置していなかったが、後に量産車同様、客用扉、乗務員室扉上部に取り付けられている。ワンマン運転への対応は落成当初は準備、工事のみとされ、1991年に改造工事が行われている。室内は1.23位側、 出入り口付近のロングシート2席ずつを収納式とし混雑時に対応している点が特徴である。定員103名。なお、キハ100系唯一のカミンズエンジン車の1と3は2012年に後日のポケモンウィズユートレイに改造されている。量産一時車1991年3月に富士重工業で製造された5から8では、側面のダミー窓の廃止、 運転室側窓のエッチゴム指示への変更、室内の折りたたみ座席の廃止が行われた。また、以降のグループは、当初より、車内収受方式のワンマン運転に対応して、製造されている。定員103名。量産二次車1991年6月から10月に、かけ製造された9から46では、スカートのパイプによる補強が廃止されたほか、側面方向膜が、 H ゴム押さえに変更されている。室内は、釣り手の指示方式が曲げパイプからブラケット指示に変更されている。製造は、9から29が富士重工業、30から46が新潟鉄工所である。なお、キハ100から29は2017年に、後日のキハ103型に改造されている。ポケモンウィズユートレイン大船渡船を中心に運転される。 ポケモンウィズユートレイン専用車として、郡山総合車両センターで改造された。車両は、一ノ関運輸所属のキハ100から1.3を改造している。内外装ともにポケットモンスターのキャラクターを装飾するなど手が加えられているが、車号の変更はされず、駆動機関や台車などの変更は行われていない。なお、内外装は2017年7月15日から、 親子でピカチュウと楽しむ列車をコンセプトとした新しいデザインとなった。2012年12月22日から臨時列車として大船渡線の一ノ関気仙沼間で運行を開始している。このほか2014年には東日本大震災復興支援事業の一環として同年1月から2月にかけて水軍線、常磐線、総武本線、万越西線 万越東線、只見線、当てら沢線へ出張運転されている。1993年に大港線で使用されていたキハ40型を置き換えるために201から205の5両が富士中工業で製造された。後日のキハ101系の改良を踏襲し、客用側扉を引き戸式へ変更、車体の延長、強化、3位側、 出入口への車椅子スペースの設置、音声合成方式のワンマン機器搭載、手装置新設が行われた。室内は車椅子スペースが設置された以外、例番内量産二次社からの変化はなく、トイレも和式となっている。定員は103名で変更はないが、車椅子スペースの設置により、座席定員が減少している。八の平分浴に投入され、大港線と、 直通先の青い森鉄道線で運用されている。キハ101系フルーツライナーアテラザー専用として1993年10月に6両、1994年9月に5両、1997年2月に2両の計13両が製造された。工日の室内レイアウトの変更に伴い、区別を明確にするため形式が分けられている。 全車が新潟鉄工所で製造されている。本形式が導入されたアテラザー線は、朝夕を中心に非電化線区としては、比較的混雑する状況にあったため、流動を均一にする目的で、オールロングシートを採用し、営業距離、乗車時間も比較的短いことからトイレを省略し、車椅子スペースとしている。このため一部機器類の配置、形状が変更されている。 これにより定員は107名に増加している。車体は1992年に発生した成田線大須賀踏切事故を受けて、キハ100型をベースに運転室部分の鋼体を台車中心から車端部にかけて250ミリメートル延長し、衝突時の乗務員の挟まれを抑制している。このため全長は16.5メートルから17メートルへ延長されている。この 全面交代の構造見直しによる強度向上が行われている。また、側扉の方式をプラグドアから引き戸に変更したことで、側扉、出入り口の高さを従来の 1036mm から 970mm に変更している。これに伴い飛ぶクロブは、側板厚みが 50mm から 90mm に増加している。また、側扉には、 ドアチャイムが装備されている。機器類についても従来は、優等列車用や、機関車のみに設置していた手装置を設置したほか、運転台横の客室照明を運転台から消灯するスイッチが新設されている。空調装置についても冷媒が、環境対策として、フロン R-12 からフロン 134A に変更されている。車内の床材は、 ピンクの色のものとブルーの色のものがある。ロングシート足元部の床に黒い線が引いてあるが、これは座席と立席の範囲を区分するために投入後に引かれたものである。車体図色はホワイトを基調に最上川をイメージした、青を配した同線独自のものを使用するとともに、前面とドア横にアテラザー線シンボルマーク、側面にフルーツライナーのロゴが施されている。 運賃表示器は設置車と未設置車があったが、現在は全車両に液晶ディスプレイの運賃表示器が設置されている。かつての運賃表示器未設置車には、運賃表示器の代わりに、運賃表のステッカーを重複してある。なお、LCD の運賃表示器が設置された現在も、ステッカーは重複されたままである。運転台はキハ100系同様に搬出運転台を採用しており、 女子側で車掌がドア扱いを実施している時に乗客が立ち入らないように柵が設置されている。1993年12月1日からアテラザー線で運用を開始し、同区間の所要時分を4分短縮した。当初は新城運転区配置であったが、山形新幹線の新城延伸に伴う山形、新城間の標準期間に伴い、1999年度までに、 山形電車区に転廃された。キハ101から12とキハ101から13には左沢方にメガホンが設置されている。キハ103から711キハ112から711ハイレール1375小海線を中心に運転される観光列車ハイレール1375用として2016年11月26日付で、 森岡車両センター所属のキハ100から29が、小海線営業所へ転属。後日のキハ110から108と共に改造され、2017年7月1日から運行を開始した。改造により連結面の運転台が使用停止となったため、新規形式のキハ103型に変更され、キハ103から711となっている。本社は二号車となり、室内は、 天空に一番近い列車をコンセプトに、リクライニングシートを中心に、初棚、ギャラリーハイレールを設置する。営業運転でのキハ100系とキハ110系の並結は、ハイレール1375が初の事例である。急行列車用として投入された番台である。1990年1月から2月にかけ、試作車としてキハ110から1から3が製造された、後、 1991年3月に量産車となる、キハ110から4、5と、キハ111.112から1から3が製造された。製造所はキハ110から1、2、4、5が、富士重工業、その他が、新潟鉄工所である。外観上は、多番台と異なり、パイプ式のスカートを使用している。また、試作車についてはキハ100系試作車と同様。 側面へのダミーガラス仕様、戦闘車の正面の左右が黒色に塗装が行われている。室内は他の番台と異なり 940mm ピッチの回転リクライニングシートを装備し、照明にはグローブが付けられている。デッキは省略されているが、ガラス製の仕切りが設けられている。この番台の幹百111.112系の後暗い側の貫通扉は、 前面と同じ狭幅となっており、通常ユニットで運用される、キハ111.112型も一両単位で運用されることが多い。定員はキハ110型が52名、キハ111型が60名、キハ112型が64名となっている。2016年現在、JR グループにおいて、急行列車で使用されることを前提として、申請された最後の車両である。 なお、2013年にキハ111からに及びキハ112からには700番台に改造されている。当初は全車が森岡客車区に配属され、東北、釜石、山田線急行、陸中で使用を開始した。2002年の陸中廃止後は、後継の快速、浜百合をはじめ、釜石線及び東北本線ひずめ森岡間の普通列車に、 使用されている。快速、浜湯気では、指定席となる3号車に優先的に使用される。キハ110から3が、山田線盛岡駅上与内駅間の運用についた、ことがある。また、東日本大震災以前の2007年7月から2011年3月までは、キハ110系の一、二、四、五が、小ごた運浴に所属し、石巻、気仙沼線快速。 南三陸の指定席車両でも使用されていた。震災後、小型所属キハ110系ン番台は、陸東線小型駅ナルコ温泉駅間の運用についていた。2013年にキハ111.112から2が、後日の700番台へ改造され転出し、代替として、小型からキハ110型が戻り、2016年、現在は、全車が森岡所属となっている。 キハ110系100番台キハ111系100番台普通列車用として設計された番台であり、1991年2月から翌年2月にかけキハ110系39両、キハ111.112系2両編成21本の計81両が製造された。郡山運行区を皮切りに、ニーツーに行く、小海線営業所や日立応募運転区に投入された。 うち、ニーツ運輸投入者は口術の200番台投入で、一旦全車が水軍船営業所に転属している。後に、水軍船営業所所属者についても機ハ E130 軽投入による口術の転用により、森岡車両センターや小野田海行くニーツ運輸へ転属している。外観はほぼ0番台と同様であるが、パイプ式スカートは、 通常の後半によるものに変更され、以降の番台にも踏襲されている。車内はキハ100型と同様のセミクロスシートであり、クロスシート部はキハ100型と異なり、ワンマン運転時の旅客の動線や混雑時を考慮して1から3位側を1人掛けとした、横にプラス1列配置となっている。また、この番台以降、キハ1 1 1一1系の後くらい側、貫通引き戸は、 幅広の両開きのものが採用されているため、ユニットを分割する場合、貫通扉にアダプターの装着が必要となっている。定員はキハ110型が119名、キハ111型が131名、キハ112型が136名である。なお、キハ110から105は2013年に700番台へ、キハ110から108は2017年に710番台へ。 改造されている。特別塗装車小海船開業80周年、記念事業の一環としてキハ110系キハ110から121が首都圏職に塗装変更された。その後キハ111から111キハ112から111も国鉄急行職に塗装変更された。キハ112系150番台1994年に、 キハ11 1 1 1 1 1に計2両編成2本が製造された。キハ110型は存在しない。水軍船営業所に投入された。100番台の増備車という位置づけであるが、製造が200番台へ移行していた後の製造であるため、後日の200番台中機車と同様、運転台強化に伴う、車体延長や引き戸化が行われている一方、 床面高さは100番台の仕様である。水軍船からの撤退後は森岡車両センターに転属し、その後151は小ご運運浴へ再転属している。1993年2月から製造が開始されたマイナーチェンジ車であり、100番台と同様普通列車用となっている。キハ,110 50キハ1 1 0五5 0両、ハ百1 1 1 1 1 2系2両編成21本の K92 両が導入された。そのうち、キハ 110K14 両と、キハ 111.112K2 両編成3本の、計2 0両は、後日の300番台からの編入改造車である。新ー運輸区、高崎運転所を皮切りに、長野総合車両所、小ごた運輸区に投入された。なお、以下に示す投入区分は本校における、便宜上のものである。 初期車1992年度に製造されたグループで、キハ110型のみ重量が製作された。同100番台と比較し、車体はドアが引き戸式とされたため、側扉で入り口の高さを従来の 1036mm から 970mm に変更している。この側扉開閉機構の変更の関係で、便所ユニットの位置、座席配置が100番台から変更されており、 定員は118名となっている。中期車キハ111系200番台、米坂線キハ112から2012020年11月14日、米坂駅1993年と1996年に製造されたキハ110系12両とキハ111.112系2両編成9本18両が該当。本グループから、 同年度に製造開始した、キハ101型などと同様のマイナーチェンジが行われた。外観上では、踏切事故対策として、運転台部後退が 250mm 延長、強化し、乗務員室と側扉の間が広くなった。室内はキハ110系及びキハ111型で、室内3位側のロングシートを車椅子スペースに変更した。 このため定員はキハ 110K121 名、キハ 111K131 名、キハ 112K136 名となった。300番台編入改造者1995年に特急使用者として登場した300番台を使用終了後に改造の上編入したグループである。キハ 110K14 両及びキハ111プラス112。 計2両編成3本6両が1997年に改造された。改造工事は、改造前にニーツ運力に転属していた、キハ110から223、224のみ、郡山工場、その他の長野総合車両所所属者は同所で行われ、それぞれ新潟地区、飯山線に投入されている。他の200番台とは、以下の相違点がある。 飯山やません、ふるさと、おいこと、キハ110から235、236は、編入改造時に飯山や向け、長房舎ふるさととして、座席のすべてが1から3位側窓を向く、オールロングシートとされ、1から3位側のカーテンは、ロールブラインドとされた。定員は120名であった。その後、236は、比較的早期に、 他の300番台編入車と同様の仕様となり、235も先に2から4位側に5組の4人掛けボックスシートを設置した後、1から3位側を他社と同様の仕様としたが、両車ともカーテンの違いは損置された。その後、2015年の北陸新幹線、長野金沢間延伸に合わせ、飯山線の観光列車、オイコットとして、2両とも長野総合車両センターで、 再改造が行われている。駆動機関や台車などの変更、改版は行われていない。外装は、アイボリーと円字を基調に五千符をイメージした、皇室様の塗装がなされ、沿線出身の高野達之が作詞した、昇華、故郷をイメージするアイコンが付けられている。ただし、前頭部のみ、235と236で、色が反転している。内装は、 田舎のおばあちゃん家を意識した古民家風都市ロングシート部がソファタイプになりボックス部には着脱式のテーブルの設置が可能となっているカーテンはすべて障子風の柄のブラインドへ変更されているまたトイレが和式から車椅子対応の洋式へ変更されているなお観光列車だけでなく運転日以外には定期列車にも投入されるため釣り川や 優先席は損置された。2014年12月23日に先行して、落成したキハ110から235が、飯山駅で展示され、2015年1月2日から、定期列車の運用に投入された。236の再改造が終了した2015年4月4日より、臨時快速、オイコットとして運用が開始された。オイコットのほか定期列車として、 飯山線全線、品野鉄道北品野線、上越線、新越本線で運用される。陸・空東線、陸・再線向け車両。キハ百十系二百番台の、回転式、クロスシート。一九九九年十二月の、山形新幹線、新城延伸に合わせ、一九九八年から、陸・空・再線と陸・空東線に投入された。車両は、本系列の最終増備車となり。 設計変更がなされている。いずれも小ごた運区に配置された。現在では明確な線区の区分は消滅し、どちらも両線及び仙台、小ご地区で運用される。外観は専用塗装とし、雪景色の白をベースに豊かな自然の緑を用いている。倉下にはアクセントカラーとして、陸腐線向けのキハ110型は、もがみ川のもたらす豊かな恵みの黄色。 陸空島線向けのキハ111.112型は、ナルコ渓谷の紅葉をイメージした赤色を配している。戦闘車前面左下に、両線の相性にちなみ、奥の細道のロゴが表記されている。なお、塗装については1998年度導入分のキハ110から237から239。 およびキハ111.112から213から217については、従来のもので登場した後、1999年度増備車に合わせ変更されている。客室については、基本的に従来通りであるが、熱線吸収ガラスを採用して、カーテンを省略し、客用扉の車内側の化粧板が廃止され、ステンレス無地に変更された。 キハ110から243から245の3両については、長望車とされ、1から3位側に設置した、クロスシートが窓側に45度回転あるいは、通路側に180度回転可能な一人がけとなっている。そのためこの3両は、定員が112名に減少している。便所はいずれも車椅子対応の様式となり、キハ111型は300番台編入車同様。 車端部に移設されている。また、側面の行き先表示器はキハ111型については、省略、キハ112型は、車端部に移設されている。機器面でも、ワンマン機器が、バス用の改良品から、鉄道車両用のものとなり、自動放送装置もロム方式から、IC カード方式としている。台車は、軸バネを、ロールゴムから、 塩水ゴムへ変更した DT58 バイト型 TR242A 型に変更されている。特別塗装車八高線全線開通80周年、記念塗装車キハ111.112から2042014年10月に、八高線全線開通80周年記念事業の一環として、高崎車両センター所属のキハ111.112から204が、 八甲線をかつて走った、キハ38系の塗色に変更されたが、2018年の車両検査時に、元の塗装に戻された。また、2017年3月には、新州デスティネーションキャンペーンの一環としてキハ110から231、233が、旧飯山線標準色に変更された。特急、秋田リレーとして運転される。 1 1百系3三百番台秋田新幹線開業に向けた田沢湖線の全面運休、改め期に伴い特急、田沢の代替として、北上線を経由して1996年3月30日から、翌1997年3月21日まで運行された特急、秋田リレーに充当するために、 当時増備中の200番台の使用を基本として、秋田新幹線開業後の転用を前提に、内装等を暫定的な特急運用に対応させたグループである。1995年度にキハ 110K14 両、キハ11 1 1 1 1 1に計2両編成3本6両の、計2 0両が製造され、南秋田運転所に配属された。外観は、 ホワイト系の地色にダークピンクと灰色、ライトパープルで塗装され、前面と側面に、先頭車の前面に関東をデザインしたイラストと、秋田の文字が施されていた。車内は、当時増備が進んでいた E217 軽電車の、クリーン車と同等品の回転リクライニングシートを採用したが、喫煙車両として運用することがあるため、キハ111型を除き灰皿を肘かけに、 追加している。デッキ部には自動扉付きの仕切りを設け、客室後くらい側には各車とも荷物置き場を設置した。キハ112型は加えて後くらい、側車端部にも座席を一列設置しているが、ここについてはデッキとの仕切り扉を設置せず、大行のガラス制字切りのみとした。キハ111型とキハ112型をつなぐ後くらいの貫通引き戸はドアクローザーを設置した。 室内灯についても、蛍光管を2本として、カバーで覆っている。便所はキハ111型については、車端部に設置位置を変更し、様式化されているが、キハ110型については引き続きは式となっている。運転台については、ワンマン関連機器を準備工事に留めている。秋田新幹線開業を2日後に控えた1997年3月20日に、 キハ110から301、302が二月運区に転属したことを皮切りに、順次宅所への転属が進められ、先日の2両が二月、残りが長野総合車両所に転属した。転属後は、長野新幹線開業前に、新州循環列車や、仙台で開催された、国際夢交流博覧会への連絡列車、夢交流博号などで運用された後、200番台に、 編入改造された。改造時に取り外した、リクライニングシートについても E217 系電車のクリーン車に流用された。キハ110系700番台東北エモーション、八戸線で運転される、ジョイフルトレイン、東北エモーション専用車として、0番台と100番台から2013年9月26日に、郡山総合車両センターで改造された。 番号の新旧対象は次の通り。小海線を中心に運転される観光列車ハイレール線375用として2016年11月26日付で小後た運輸所属のキハ110から108が小海線営業所へ転属し、前述のキハ100から29と共に改造され、2017年7月1日から運行を開始した。 改造と同時に連結部の運転台が使用停止となったため、形式をキハ112型に変更し、キハ112から711となっている。本社は1号車となり、室内は窓側を向いたシングルシート、ペアシートを中心とし、片側の扉を埋め込んでボックスシートを設けるほか、トイレを撤去し、物販カウンターも設けられる。2020年現在以下の車両基地に所属し、 運用される。運用については、各車両基地の項目も参照。八戸運輸く森岡車両センター、一関運輸く小型運輸く氷山、総合車両センター、氷山橋津山形新幹線車両センター、二津運輸く長野総合車両センター小海線、営業所高崎車両センター、高崎市所水運線では、キハ110系画に扉であることが混雑の激しい。 水戸口での列車遅延の要因となっていた。そのため、2006年から2007年度にかけて3、扉の新型車両機ハ E130 系を投入し、同線に在籍する機ハ110系全車を他線へ転出させることとした。水軍線での機ハ110系の営業運転は2007年9月12日をもって終了した。水軍線の機ハ112は、 2007年8月18日から9月12日の動線撤退までの間、戦闘車の前面に、ありがとうキハ110系の特製ヘッドマークが装着された。2006年度2007年度2010年7月31日に、岩泉線のお近く岩手大川間を走行中の、もう一発岩泉行きの普通列車に重当されていた。 森岡車両センター所属のキハ110から133が土砂崩れに突っ込み脱線した。当該車両は全面ガラス窓が破損し、11月18日に撤去されるまで4ヶ月間にわたり、現場に残されたが、後に復帰している。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴う津波では、 森岡車両センター所属のキハ100から9.12、一の石油に行く所属のキハ100から 30.38, 及びキハ100から31.41が被災した。キハ100から31.41は、氷山総合車両センターにて復旧されたが、床上まで浸水した9.12と、被災箇所からの搬出が困難だった30.38は、現地で解体となり、 本系列発の廃車となっている。2015年12月11日には、山田線の松草平津都間で、森岡駅の上り最終普通列車に重当されていた、森岡車両センター所属のキハ110から132が、線路上に崩れていた土砂に乗り上げ脱線した。同車は2017年5月2日付で廃車され、その後復旧工事のため車体を重機で、 切断の上撤去された。ありがとうございます。